反省したの、前回やっぱマリナのお尻を触ったあの目の実験ね、はい、それだかにしてもまあ酔ってたことは事実だし、ウィブリブリみたいなのやってたんだけど、うん、カメラに声拾えないぐらい遠かったし、だからちょっともう気をつけようかなって思って、だからもうギリギリのラインにしようと思って、あ、やめるっていう選択肢はない、ないまあそれが岸さんですから。でもうちも本当にあの時マジ嫌がってたら一瞬風呂入ってないから。いやそうだよね、そうそう、じゃあだからいいってことでしょ。そういう、まあそういうことではないんだけど、うん、ちょっと近いなっていう、その中でやっぱマリナは一番優しいんだよ、うん、で優しいし、俺は結構こう抱いてるつもりなんだけど、やっぱマリナの好きとかの関係もあってね、どこまで行っていいんだろうとか結構思うから、ちょっとそこだけは気をつけてって言いながら、この人はあの後ろで足の裏こうやって触ってますね。ねえやだ、ねえほんとだよ、ねえちょっと待って、ねえちょっといい加減だよ、なんでねえこうやってこうやって、ねえマジで伝わんないことやるね。いやそっか、確かに。じゃあ伝わることやっていい？あ、空気ないいやでもこれな、見せたくないな、見せたくないな、お互いのためを思って今後の。あるの、なんかそういうの。じゃあちょっと目つぶってほしい。マジで。え、何？マジで目つぶってほしい。で、ちょっと口スーってすぼませる。なんで？いや、マジマジマジ。